はい、こんにちは。パーカッションの高見です。今回はボンゴの奏法研究をやっていきたいと思います。はい、で先に言っとくとちょっと難しい内容になりますので、ボンゴがある程度叩ける中級者以上向けの内容だと思って取り組んでみてください。はい、なのでビギナーの方はね、あ、なるほど、そんなテクニックがあるんだ、へーっていう感じで見ていただくだけでも OK でございますので、お付き合いください。で何かというとね、ボンゴでスプリットハンドというテクニックを使ってみようという内容です。はい、スプリットハンドについては過去にカホンやウドゥ動画でやり方を解説してますので、何それ初めて聞いたんですけどっていう方はね、そちらの動画も合わせて見ていただくとより理解が深まると思いますけれども、まあ超簡単に言うとね、パーカッションでこうストロークしてこう一発ね叩くのが一般的っていうか自然な形じゃないですか。そこを、まあ、この手をねパカッと割ってしまう、スプリットしてしまうことによって、主に人差し指と残り3本、中指、薬指、小指のこの3本指の2点で叩くっていうようなね奏法になります。バルタン星人みたいな手の形を作って、この2点で主にこういうストローク、この腕の動かし方っていうかね、機構を使って行って帰ってくる、行って帰ってくる、まあこういう振り子のようなストロークをして、こう往復で2回叩けるっていう奏法なんですね。でこれができると、まあ、めちゃくちゃ早く叩けると。まあ元々はね、指系のフレームドラムとかダラブッカとか、インドのタブラーとかカンジーラとかね、よく使われるテクニックなので、まあ、その辺のパーカッションやってる方はね、あ、知ってる知ってるって感じだと思うんですけども、これ結構ねボンゴにも有効なんですね。で結構現代のプレイヤー、例えばピートロケットとかランニクリジャーといったね、いわゆるインドとか中東にルーツを持つマルチパーカッショニストたちはね、もう当たり前のようにボンゴでスプリットしてますね。はい、でボンゴでこれができると何がいいのかっていう話なんだけども、まあ簡単に言うとね、早く叩けるっていうところなんですね。楽に早く叩けるっていうところです。はい、でいわゆるテクニカルな、まあ、フィルインとかねソロで使うのはもちろんのこと、普通のパターンマルティージョをやってもいいんですね。マルティージョをスプリットでやるとどうなるかっていうと、まあ、こんな感じになると、っていうのがね、パラ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 ってこう早くできますっていう感じなんですね。なんで、まあ、すごい早い楽曲をやっていて、普通にこう叩いてると、あー間に合わねえ辛いという方はね、ぜひこのスプリット取り入れの検討してみてもいいんじゃないかと思います。はい、では実際にスプリットハンドをやっていきましょうというところなんですけれども、これ今まで全くやったことがない方とかね、普通にこうストロークして叩いてましたという方にとっては、若干この体の使い方、動かし方が変わりますので、まずそこから見ていきたいと思います。はい、のでまずね準備運動しますので、ぜひ見ながらやってみてください。はい、まず体こう楽にしていただいて、指を肩の上に置きます。はい、この状態で両肘をぐぐぐ近づけてください。で両肘をくっつける、はい、この肘と肘をくっつける状態を覚えておいてください。はい、でここから肘をね離していく、こう広げていくようにね、離していって、両肘がなるべくこう最大限遠ざかるように、肘と肘がなるべく遠くに行くように、腕を広げてください。はい。で、この位置から、ぐぐぐってまた戻る。肘をつけるところまで戻る。で、離す、くっつける、離す、くっつけるっていうのを、ゆっくりで構いませんので、この2点間をですね、移動するっていうのをしばらくやってみてください。はい、この肘の先端がこう放物線っていうか弧を描くような形になりますね。こういうような軌道になるっていうことです。はい、これをしばらくやっていただいて、だんだんこう楽にね自然に任せて振ってみてください。こう振り子のようにフランフランフランと肘を振る。はい、でこの状態で肩につけてた指を外すと、まあ、こんなワクワクするようなね動きになりますと。はい、でこの動き、この腕の機構を使います。つまりこういう腕の振り方ってことですね。でこの腕持ち上がってるところから振り下ろすタイミングで腕全体が回転回旋する、こ
こういう軌道になって、またこう振り上げるときに元に戻る。はい。こういった機構になります。ぜひね、鏡でご自身の動きを確認してみてください。で、お察しの通り、こう、内側に回す動きの時に人差し指を当てて、戻す時に3本指を当てるという、まあ、こういうストロークってことですね。はい。で、これがだんだんこう速くなったり、コンパクトになっていくと、だんだんこの先の方の動きになっていくという動かし方になります。はい。では実際に楽器で叩いていきましょう。さっきも言った通りですね。叩くのは主に人差し指と残りの3本指、中指、薬指、小指の3本指になります。で、こうピーンとね、手を形作る必要はありませんので、なるべく楽にした状態で、人差し指だけちょっと中指から離すと思って、やっていただくといいかなと思います。まあ、こんな感じのフォームでいいかなと思います。親指は人差し指にくっつけても離しても、楽な方で、叩きやすい方で構いませんので、いろいろ試してみてください。はい。で、人差し指側と3本指側、まあ、交互に叩いていきますけれども、人差し指は4フィンガー4、残り3本指は3フィンガー3と呼びます。4、3、4、3って叩くってことですね。はい。で、ボンゴの、両方の太鼓に右手、左手こう置いていただいて、楽器がない方は膝の上に置いていただいて、体の動かし方、腕の動かし方としては、さっきのこう、ワック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 って、さっきやった。この、この動きで内側に腕を振る、回すときに人差し指を当てて、元に戻す、外側にこう、回すときに3本指を当てる。はい。で、このフォームに戻るっていうところです。で、ここからまた4フィンガー打って、その後に3フィンガー。4、3、4、3、このように交互に打ちます。体の動きとしてはワック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 っていう、はい、こんな感じのストロークで、この上でこういうふうに振り子が振られている感じですね。で、一番下に来た時に画面にヒットして、また振り上がる。で、また振り下ろす。振り下ろす。4、3、4、3。はい。で、この動きにとにかく慣れます。4、3、4、3。超極端にやると、この手が内側に入る、内側に回ってくるときに、肘は外側に行って、手が外側に帰っていくときに、肘は内側に入ります。だから、この手と肘の関係が逆になるっていうことですね。なので、この肘、この辺りをね、なんか鉄球がついてると思っていただいて、これを振り子で、振っていると考えれば、ここから先のね、前腕部分は楽にこう振られるだけになりますから、強いエネルギーで叩くことができます。はい。で、今のは強く大きく叩きたい時の振り方になりますので、このまま速くしたい時はこの振り幅、振り子の振り幅をどんどんコンパクトにしていきます。まあ、つまりこれだけ振っていたところをだんだんこの振り子の幅をね、小さくしていくようなイメージで、4-3-4-3-4-3と叩いてみてください。で、体の動きのことだけを考えて、あんまり音色とかね、意識しなくていいので、最初はとりあえずダメに対して手が、指が当たるということだけを考えて、さっ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 さとタッチしてみてください。4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3。これがタン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 と、定期的な、速さで叩けるように練習してみてください。
はい、ではこれができましたら、今度は高い方、マッチョだけを使って右左を交互に叩いていきます。つまり4 finger 4 finger 3 finger 3 finger 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4、まあ、こういうことですね。はい、でこれをまあ可能な範囲で構いませんので、だんだん速くしていく、タタ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 って、なるべく均等に聞こえるように微調整をして、もうそれ以外はね、限りなくはーってこう抜いた状態、抜いた感覚で、やった方が最終的にね、より速い、テンポまでたどり着くことができますので、一発一発ね、タカタカタカってこう頑張って叩くというよりかは、なるべく楽にはーさや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 って抜いてるような、感覚でやってみてください。はい、じゃあ右左の交互打ちができるようになりましたら、今度はエンブラも叩いてマルティージョにしてみましょう。つまり 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4、 2回目の3だけこっちを叩けばいいという話になります。はい、でちょうどねこの手順が右手だけを見ると 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4 となって、3フィンガーの時にこの低い方エンブラを叩くっていう手順になりますから、これめちゃくちゃね都合はいいんですよ。どういうことかっていうと、まあ、こういう風に振ってるわけじゃないですか、腕を。で4フィンガー3フィンガー4フィンガー3フィンガーって交互に振ってるってことは、こういう振り子を描いてるわけね。でそれで3フィンガーのタイミングでこのエンブラが来るっていうことは、4-3-4-3-4-3-4-3、この振り子をちょっとこう移動させるようにすれば、この運動をずっと保ったまま 4-3-4-3-4-3-4-3-4、 この2つが叩けるというふうになります。はい、でこれを利用してまあみたいな、めちゃくちゃ速いマルチを叩くことができるという風になります。最初ねちょっとこう突っかかっちゃうと思うんですけれども、ゆっくりからで構いませんので、この腕の軌道どういう順番で叩くのかっていうのを確認しながらね、だんだんスピードアップしてみてください。はい、では最後にヒール2をやる場合です。ヒール2をやる場合でも、例えば、まあ、右利きの方はね、右手をスプリットにして左手を、まあ、親指を使ったヒール2にするっていう風にやっても全く問題ありません、まあ、つまりはい、右手はさっきと同じで、左手を親指と3本指のこのヒール2にしたっていう感じですね。はい、こうやってもいいですし、またはね完全にスプリットスプリット、まあ、両方スプリットにして人差し指でヒールにしてしまう、ピタッとくっつけて、まあ、このような形で押さえて、まあ、これをヒールにしてしまう、ヒール2ヒール2って、はい、打ち放たないでピタッとこうくっつけるような形でヒール2ヒール2、はい、こんな感じでやってる方もよくいますね。はい、まあ音はかなりね、あのちっちゃくなるっていうか、可愛い感じのテキ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 みたいな感じになるんですけども、ものすごく静かに叩きたいシチュエーションなんかは、このスプリットを使ったマルティージョっていうのね、結構ハマるところが多いかなと思いますので、これはこれで覚えておくといいかなと思います。はい、つまりですね、スプリットを使うといってもいろいろなやり方が考えられるわけですね。最初に言った通り、両手ともスプリットしてオープンで叩くマルティージョもあれば、左手だけをねちょっとこうピタッとつける、ヒール2のような形にして、叩いてもいいですし、通常のマルティージョのヒール2のように親指をピタッとつけてね、右手だけがスプリットしてるような形のマルティージョを叩いてもいいと、まあ、つまりね、あとはもう各自っていう感じです。はい、これができるようになったら、あとはあ、このテクニックに活かせるなとか、こんな風に使えるんじゃないのと、いろいろね研究してみていただきたいんですね。
あとテクニック的な話としては4フィンガー3フィンガーを素早く打って、あ、これダブルストロークと捉えてもいいですよね。よくヒール2なんかを使って、まあ、こういうフレーズを叩くと思うんですけれども、これをスプリットに置き換えると、これ左左と2打打った、これがダブルになったんですね。まあ、このようなテクニックができると。はい、というわけで今回はボンゴにスプリットハンドを使ってみようという奏法研究でした。取り入れるか取り入れないかはあなた次第でございますので、もしね気に入ったら練習してみてください。もちろんね、通常通りこう叩いている流れの中でみたいな感じで一瞬だけね、こうスプリット入るみたいな、風にやっても十分効果が高い、有用価値の高いテクニックになりますので、まあできるに越したことはないというか、やっておいて損はないかなと僕的には思いますので、はい、気に入ったらやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報発信をしております。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。